アイテム番号 SCP-197JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-197JP は3メートル以上の完全な防音を施した収容室に収容してください。 SCP-197JP はコンクリートであればおよそ5センチメートルまで透過できるため、壁は10センチメートル以上の厚みが必要です。収容室の入退室は同様の防音設備を施した機密室を通過し、音による検査を受けてください。収容室への入室許可はクリアランスレベル3以上の職員が行ってください。SCP-197JP 及び SCP-197JP1 の収容施設外への移動が発生した場合、特別捜索チームが編成されます。新たに発見された SCP-197JP1 には、収容施設内で SCP-197JP の音を聞かせ、経過観察のために収容を継続します。説明。SCP-197JP は不可視の存在です。収容時の状況から、少なくとも3メートル以下の体積であることは確認されています。SCP-197JP は、可視光や電波など、あらゆる電磁波の影響を受けず、観測することができません。SCP-197JP の挙動のうち、電荷によらないごく弱い分子間力、おそらくファンデルワールス力、波、唯一物質的な影響を与えると見られ、それは主に SCP-197JP の存在する空気分子に及びます。SCP-197JP の物質的影響は振動として現れ、振動数は 18,000Hz から 20,000Hz の間で変動しており、生物的な揺らぎを示しています。この振動は、人間の可聴域でもあり、非常に甲高い音、被験者が総じて蚊の葉音と表現する音、として認識できます。この音が聞こえる領域は、半径 15cm 程度の球状の領域であり、絶えず収容室内の空中を移動しています。その中心に SCP-197JP がいると考えられますが、何らかの中型から大型生物の発生器官が音の中心ではないかとの仮説もあります。SCP-197JP の出す音を10分以上聞いた人間、以降 SCP-197JP1 と呼称、波、異常な体質を獲得します。10分以下の聴取、録音機器などの再生ではこの異常性は発現しません。SCP-197JP1 になった人間は、心肺停止状態もしくは、心理的に多大な負荷がかかると、SCP-197JP の音を聞いたことのある場所へ瞬間的に、移動します。その際、身体の状態も SCP-197JP の音を聞いた時の状態へ瞬間的に移行します。SCP-197JP1 の移動と同時に、SCP-197JP も、SCP-197JP1 のごく近く、1.0 メートル以内に移動します。この性質のため、予期せぬ収容違反が起こる可能性があります。SCP-197JP1 は、移動後も、移動前の記憶は保持しており、移動前後で精神または身体的不一致は確認されていません。移動から1時間以内に、SCP-197JP1 は体の一部が腐食し始めます。腐食は、表皮の一点から発生していると見られ、病変は直径 10cm ほどまで次第に拡大します。この腐食部分は、治療を施しても、同じ箇所が同様に腐食し始めるため、完全に除去することはできません。腐食部分は通常の病変と同様に、対象者に恒常的な激しい痛みをもたらします。また、この腐食箇所は、移動の度に、増加または拡大します。腐食による死亡までの、移動、回数は、最短で3回、
最長で22回が記録されています。SCP-197-JP-1 は、移動を繰り返すたびに精神を消耗していきます。この症状は投薬でも抑制できないものとみられ、対象者は次第に理性的な思考ができなくなります。1900年7月13日の総合病院にて、最初の SCP-197-JP-1、以降 SCP-197-JP-1-001 と呼称が収容されました。移動から数日だったため、同時に SCP-197-JP-1-001 の自宅で SCP-197-JP が発見されました。SCP-197-JP-1-001 は、55年間に7回の移動を行っており、恒常的な鎮痛剤の服用を行っていました。総合病院の関係者には記憶処置が施されました。SCP-197-JP-1-001 の関係者は、近親者を含めほぼ全員がすでに他界しています。SCP-197-JP-1-001 は6回目の移動を行うまで消防士として働いていました。肉体的な年齢は24歳と見られますが、戸籍上は、歳とされ、従軍記録もあります。7回目の、移動、で腐食部分が中枢神経の一部に到達し、歩行が困難な状態にあります。聴取記録 197-A001-005 からの抜粋。SCP-197-JP-1-001。そうですね。この能力はある日突然、授かりました。誰が授けてくださったのかはわかりませんが、私はヒーローです。人々を危険から助けるために、この力に目覚めたのです。寒いですね。私にとって死は遠くにあるものです。冷たい。手の届かないほど遠くに。この崖は高いですね。最初の収容以降、現在までに施設外への SCP-197-JP の、移動が13回発生し、その度に新たな SCP-197-JP-1 が収容されています。移動実験、K クラスシナリオに満たない、単一サイトでの破滅的な収容違反において、貴重な人的資源の緊急回避手段として使用すべきかという議題が、条例会議にて上がりました。評議会の要請により、B クラス職員を用いて、移動に対する影響を見るため実験を行いました。まず、SCP-197-JP の収容室にて被験者に音を聞かせ、その後、医務室に移動し投薬にて終了処置。SCP-197-JP の収容室に移動した被験者を回収という手順で行いました。移動実験17の記録映像からの抜粋。2000年10月21日、10時45分10秒。付記、被験者 197D-003 は、すでに3回の移動を行っています。終了後の移動の過程は記憶されないため、被験者には睡眠導入剤の実験と説明しています。研究員 T では投薬を始めます。被験者 197D-003、先生、この実験はいつまで続くんですか？足と手が動かないんですが、大丈夫なんですか？研究員 T、鎮痛剤の投与は問題ないですよ。末端神経の麻痺は一時的なものです。心配ありません。被験者 197D-003、聞こえるんです。虫の音が。耳に残って、とっても、冷たくて。研究員 T、目を閉じてください。針が刺さらないので暴れないでください。被験者 197D-003、もう嫌です。2000年10月21日、10時47分、投薬にて終了処置が行われ、対象者は、移動、しました。移動実験18の記録映像からの抜粋。2000年
10月21日、11時9分32秒。付機、被験者 197D-003 は、今回の移動により左頬から左眼球にかけて腐食、左目の視力を失っています。被験者 197D-003、先生、この薬って、幻覚を見る副作用のある薬なんですか？研究員 T、なぜです？被験者 197D-003、いつも崖にいます。崖です。周りを崖に囲まれたところで、冷たくて、全部が青いんだ。出てる。冷たくて。研究員 T、そうですか。では投薬を始めます。被験者 197D-003、草も山も、雲も、だんだ朝な、青い、全部青くて、冷たい。2000年、10月、21日、11時12分、投薬にて終了処置が行われ、対象者は、移動、しました。移動実験41の記録映像からの抜粋。2000年、10月24日、16時22分35秒。付機、被験者 197D-003 は、14回の移動を繰り返し、四肢の大部分と肺と膵臓の一部、頭部の一部にさらなる腐食が起こっています。被験者 197D-003、先生、パラが、そこにいるのか。研究員 T、はい、何でしょう。被験者 197D-003、アイス、ルーパ、アイスクリーム。研究員 T、何が見えているんですか？被験者 197D-003、アイスクリーム。研究員 T、聞こえてますか？被験者 197D-003、アイスクリーム。2000年、10月24日。16時24分、投薬にて終了処置が行われ、対象者は、移動、しました。移動実験41の被験者は、17回目の、移動、から12分後に、呼吸器官の腐食により投薬前に終了しました。終了後、SCP-197JT の収容室へ、移動、しましたが、その場で8分後に終了し、8分前の状態に戻るという繰り返しの状態に陥りました。繰り返しの間に、腐食箇所は増加するため、終了までの間隔は短くなり、移動実験41から2時間32分後、原型をとどめない塵の状態になった被験者は、移動を行わなくなりました。ポイ1、1回から3回、移動させた後、長時間経過した被験者に大きな変化は見られませんでした。恒常的な腐食に対する処置、もしくは無機物による代替、四肢いずれかの切除を考慮するなら、破滅的状況に対する緊急回避手段として有効かもしれません。ポイ2、収容室内の音の記録を解析したところ、移動実験41の被験者が最終段階に入っている間、SCP-197JP の空中での動きが激しくなっていることが判明しました。喜んでいるのか、博士。